緊張感の高まる台湾と中国の関係、数年以内には有事、つまり何らかの戦いが始まると予想され、日本も巻き込まれるとの話だ。だが、有事の際に日本にどのような影響があるのだろうか？アメリカは日本を守ってくれるのか？結局のところ自衛隊派兵はするのだろうか？戦争へ対する考えは温度差が激しい日本。スレミンたちと一緒に、台湾有事では何が起きるのか、いくつもの可能性を追ってみよう。台湾人、中国が攻めてきたら、自衛隊が台湾を助けてくれる。なんで他国を助けなきゃいけないの？貼られたニュースは台湾人に対して世論調査を行ったという内容で、有事の際には、日本の自衛隊が参戦してくれると考えている人が 43% に上るそうだ。対して米軍が参戦すると信じている人が 34.5% と、日本よりも信頼度は低め、日米両政府は曖昧戦略として、台湾有事に介入するかは明らかにしていない。台湾は日本のシーレーンだから重要影響事態だよ。とよく曰く、敵と酒組み交わして解決するらしいからな。いいように使われて、バカな奴らだっよね。福岡大学だったかな、就職してるのかな。台湾も分裂か。偏差値28派遣してやるよ。結局台湾は中国になるよ。アメリカも日本も手出ししないから。絶対にない。アメリカは確実に参戦、防衛する。台湾にしろ尖閣にしろ、見捨てたら米国の同盟戦略が根本から崩れかねないからな。日米欧が天下の主導権握るために邪魔な中ロをぶったたく明確な大義名分になるのに逃すわけがない。ただ被害が出ないと大義名分にならないから台湾が無事で済むかはわからないが、アメリカにとっても取られるとまずい要衝なわけでな。中国が取ると結局太平洋で直接ぶつかり合う羽目になる。なお日本はアメリカに従う以外の選択しないので考える意味ないです。アメリカ的には太平洋で艦隊決戦した方が楽じゃね。最終的にそうなるにしても台湾や日本利用して削れるだけ削りに行くだろ。まあ干渉地帯がなくなるのは米中双方にとって望ましい展開ではないと思うけどね。日本に対してアメリカもそう思ってるかもね。まあこっちは同盟だけど。そりゃ民主的価値観を持つ国だし戦略的価値を考えたら当然助けるだろ。絶対に参戦しないわ。日本は遺憾の意で終わり。救助隊は送ると思うが、戦闘についてはアメリカが派兵するかどうかだけやな。香港と同じでに、死になるかもな。アメリカが確実に参戦するので中共が在日米軍基地を攻撃してくる。だから確実に日本も参戦するよ。アメリカが参戦するとなれば、日本も攻撃を受けるのは避けられないと専門家は語る。特に沖縄付近では米軍基地が集中している。民間の飛行場も含めて米軍や自衛隊が利用する可能性のある場所は、無差別に叩かれる可能性も。日本は戦争をしないと、ノータッチで傍観するにはあまりに距離が近い。そう考えると、台湾旅行できるのも今のうちだな。今年あたり一回行っておくか。まあ日本がもし直接参戦するとしたら、台湾が日本の一部みたいな立て付けしかないだろうな。台湾の貴族がまだ法的に日本にある説を取るか、台湾が日本に宣戦して即日無条件降伏からの併合あたりか。シーレーン的には韓国もめちゃくちゃヤバいんだよな。ほぼ話題にならんけど仮に中国に塞がれたら、完全に日米か中国どちらかの下につくことになる。前者を選ぶとコストと民族意識的、主、後者を選ぶと実質北朝鮮か、あいつらはどうするのかね。やるべきやけど、やれるんかな。アメリカが世界のリーダーである今、戦争しといた方がいいんだよな。自衛隊に他国まで行ってそんな真似ができる法的根拠もうまくすり抜けられる頭のいい政治家もどっちもなくね。台湾は強固な天然の要塞だけどウクライナみたいに領土が広いわけじゃないから上陸されてしまえばあっという間に肩がつく。確かに心配だろうよ。自衛隊は専守防衛でかなりハードル高い法改正しないと違法で参戦できない。要は米国が艦隊を派遣するかどうかだがかなり微妙なのはウクライナ戦争で露見したが、まあ俺は一応、威嚇のために近辺まで派遣はすると思うが簡単に改善はしないと思う。まあ日米でどうにかするから。まあ中国的に、ぬほど台湾欲しいのはわかる。海出て行きたいのに、日本と台湾でがっちりガードやもんな。日本も、沖縄本島だけじゃなく、宮古、石垣で嫌がらせのように中国封鎖しとるからな。台湾を助けるか、無視するか、日本は選択を迫られることになるな。台湾周辺海域は自然。日本の海洋貿易ルートであるから、直接的な自衛隊の派遣はないにしろ、兵器提供やサポートはする。アメリカも強く台湾を支援する。輸出入諦め程度時代に戻る気なら参戦しない選択肢もあるかもな。太平洋戦争よりは勝ち目あるし参戦するしかねえ。台湾を見捨てるイコール沖縄を見捨てるってことだよ。沖縄の最西端にある島なんて台湾の方が近い。あのデニーを支持する沖縄県民だから見捨ててもいいと思うけどな。キアガールは守るよ。石垣島とか宮古島は地理的に台湾の隣だぜ。
中国が台湾落とすのは覇権握るためのスタートに過ぎんしな、落としたら次は日本や東南アジアに必ず進出してくる。中国海軍は遠洋で戦える能力ないよ。沿岸でしかイニシアチブを握れないから真珠の首飾り戦略というのをやって AIIB で借金地獄にした国の港を借金の方に取り上げてるけど、インドが邪魔でシーレイン全体を占領するまでには至っていない。東南アジアはスプラリー諸島を前線基地にできたけど、日本はまず沖縄を取らないと九州には近づけないよ。第7艦隊が佐世保にいるんだから。これが現実だな。他国を助けるのは疑問が多い。日本は日本人が守る。武器は買えるだけ買え。もちろん核配備はするべき。沖縄が文句言おうが沖縄が最前基地。助ける義理はないが、そこまで言うならまた日本領にしてやらんこともないが。バフェットが3年未満以内に台湾有事を切るって。ウォーレン・バフェット氏は世界三大投資家で、世界情勢にも詳しい。どのタイミングで武力行使が始まるかは未来人にしかわからないが、2027年頃までに開戦するという意見が多数ある。中国、習近平国家主席が台湾への侵攻を否定しておらず、任期中にもことを起こすのではと考えられているからだ。まあ中国は落ち目だからこの辺りで仕掛けないと次はなさそうだからわからんね。どのくらいあるか見物だがな。なんで台湾有事がジャップ有事なのか理解に苦しむ。これから50年世界を引っ張るのは中国だぞ。ガチで台湾に加担したら終わった後どう中国と修復するつもりなんだよ。本来我々ジャップが務めなきゃいけないのはウロ線でいうとこのトルコのポジションだよ。中国はもう落ち目だよ。ここから先、中国を待ち受けている現実は相当厳しいと言われてるんだけど、君は世界の専門家と違う意見なんですね。それはそれで別にいいと思います。その頃、岸田准一容疑者は、おいっす、国民ども、防衛増税すっぞ、覚悟しとけよ、空母作っていっぱいアメリカ様から武器購入するわ、自国産航空機アメリカ様を怒らせるんじゃない、結果だ、台湾有事には当然自衛隊も派遣するからな。自衛隊諸君は戦地に行く心づもりをしとけよ、集団的自衛権行使、これ。これまでも日本は日本を守るために、防衛力の強化を図ってきた。だが近年は防衛費を 1.5 倍ほどに大幅アップし、軍事費ランキングは2022年は世界10位だった。防衛費のアップについては日本だけではなく、世界的にも進められていることだが、米軍が鹿児島や沖縄で基地建設を進めたり、新たに離島部隊が創設されたりと海戦が現実味を帯びてきている。いやいや絶対助けるわけないだろ。中国とやり合ったら日本なんて一瞬で負けるぞ。俺が守ってやるわ。反日国家助けないといけないの？台湾って中国だろ。助けることは不可能なのでは、日本は台湾を独立国家として認定してないだろ。内政干渉と言われるだけ。東日本の借りは返すぜ、俺たち大和魂見せてやる。日本にとって友好国である台湾こと中華民国、国として定義するにはあまりに複雑な歴史だが、その土地に住む人の命が失われてほしくないものである。いろいろと調べてみたところ台湾の人たちは、民間人も含めていざという時に戦う意志が強いようだ。だが小さな島なので、逃げる場所が極めて少ないという問題がある。そんな台湾に対して、日本は難民を受け入れるのだろうか。台湾人、もし中国が侵攻してきたら日本は難民受け入れしてくれる？ 1、台湾、もし中国が台湾に侵攻してきたら俺は難民として日本に避難してもいいのか？ 1 が持ってきたのは海外の2チャンネル的掲示板、4ちゃんからの引用だ。日本へ逃げてもいいのかと発言する台湾人に対して、諸外国の反応は、2、アメリカ、日本まで行くの？3、タイ、日本まで泳いで行こうぜ。4、ドイツ、多分アメリカ、もしくはシンガポールに難民することになるんじゃない？台湾、元からアメリカ国籍は持ってるけど大陸の中国系がたくさんいる場所で住みたくはない。この理論だと日本にも大陸の中国系たくさんいるから住めないやろ。15、日本、北海道なら土地余ってるからくれるかもね。台湾、北海道は自分が日本で一番好きな地域だ。くれるってなんやねん、住むなら映画建国はあかんやろ。戦いなよ。与那国島なら台湾東岸からジェットスキーでも渡れるんやね。台湾から与那国島までの直線距離は 110km ほど。ジェットスキーでも燃料次第では渡れる距離だ。嫌です。ええけどレノボくれよ。アメリカの艦隊に送迎してもらえばいい。気候的に九州がええやろ。沖縄とかならええんちゃうの。ウクライナ見ならええ。女の子だけね。いやいや現地で抵抗しましょう、ね。ウクライナみたいに男は残って戦い、女子供だけで避難してくるならええんちゃう。スレミンたちはこう言うが、台湾の人たちはリスクが高い場所に住んでいることを理解していて、愛国心も強め、戦闘訓練施設の利用者も増えているそうで大人から小学生までが、軍と同等の武器を用いて市街地戦の練習をしている様子を、報じたニュースもあった。また男性への兵役義務や学生の必修科目に実弾射撃もあり、日本人が思っているよりは戦うことに前向きだろう。総理大臣によるやろ、岸田なら受け入れるんちゃう。
インテリ入れてもらえそう。沖縄なら選挙していいよ。てか日本人より優秀や世代歓迎やろ。そもそも尖閣の領有権主張してる分際で何言っとんねん。ウェルカム、工場ごと北海道に来てくれると助かる。台湾人マジで気が気じゃないやろな。住んでもいいが下手物食うのだけはやめてほしい。台湾人全員北海道来たら日本も活性化するやろ。技術者ならウェルカムやぞ。台湾こそ島なんだし脱出できるんやろ。ウクライナ見てると避難民扱いで受け入れるだろ。死者も避難者を受け入れると予想している。だが難民の生活維持以外にも、安全保障上の問題や、さらには帰国に関する問題まで様々な課題がある。ウクライナの半分程度の人口とはいえ、2300万人以上。近いからと容易にホイホイ受け入れられる規模ではない。ちなみにウクライナの難民数は800万人を超えており、日本の受け入れは2023年7月時点で2100人ほどだ。別にええやろうけどその時日本は無事なんだろうか。男は農家送りでオスガキはいらん。女はウェルカムやで。俺は無理。北海道をあげるで。スレミンたちは北海道を差し上げがちだが、海の幸や美味しい野菜が気軽に味わえなくなるのは困る。中国って経済的に制裁できそうにないというか首根っこつかまれてる国のが多そうやからこいつ暴れたらどうにもならなくないか。世界恐慌余裕だからロシアと同じ制裁は無理、というか下側が大ダメージやろな。そりゃ受け入れるわ。いいとか悪いとか以前に日本も積んでるやろそうなったら。8人までなら。難民として来られると面倒くさいから今のうちに来い。北方領土に詰め込んどけ。いいね、日本の大臣総入れ替えしよう。ええな、難民受け入れる条件として日本の政治家になってもらうか。台湾人受け入れる代わりに朝鮮人を追い出す。それええな、あいつらほんま使えんし。台湾有事になったら日本もヤバそうやけどな。日本難民を受け入れてくれる国はあるんやろか。台湾の人々は有事に備えて防空シェルターを人口の2倍規模で設置し、市街地での空襲に備えた避難訓練を行うなど、民間人も日常の中に戦争への備えを取り入れている。日本が台湾有事に際して、直接攻撃を受けるかどうかは正直わからない。だが、いざという時に自衛隊に頼らずともできることはあるのだろうか？最悪のケースで、他国へ逃げる心構えはあるだろうか？無駄に不安を煽るつもりはないが、事前に起こりうる事態を想像しておくと生きるための選択肢が増えそうである。ビビアンスーちゃんはワイガーズカルで。日本の飯合わんやろ、台湾料理、ぬほど甘いんせ。田舎は過疎化しとるからちょうどええ。台湾侵攻は中国的に一応大義名分あるけど日本侵攻にそんなもんないから土地的に近くてもそんなすぐにやられるってことはない。わいのよっめ台湾人やがそうなったら家族受け入れるわ。こっちこそ聞きたが台湾人とか実際出血してまで中共と構える覚悟あるんか？当事者がサクサク外敵に下るのに他国にああだこうだ言われてもな、と香港を見てて思った。香港は完全な併合が間近やからどうしようもないで、独立維持なんか不可能。台湾も香港も一国二制度の原則破りなことは変わらにゃん。香港人がまあ、中共って結構リッチっていうか、悪くないっていうか、みたいになってるのに手助けしろって言われてもな。あとツイちゃんとインリン・オブ・ジョイトイちゃんも受け入れる。ババアやん。台湾って難民ガチャ SSR やろ。よくわからんけど台湾って半導体とかパソコン関係世界最強クラスなんやろ。日本のデジタル大臣、USB が使えますかっこ、歓声が上がる。台湾のデジタル大臣、パソコン使うの得意です。どちらが有能かは一目瞭然だよね。台湾ならこの国がどんだけ食うかってことはわかってると思うけどね。九州来いよ。台湾の技術者はレベル高いし受け入れてええやろ。地方なんてぶっちゃけ土地余ってるし。ウクライナ難民を受け入れる人道主義者の J ならそら当然受け入れるわ。台湾もウクライナと同じ区長制あるんやし。そもそも台湾有事が起きたら日本は自動参戦やぞ。台湾美人だけ受け入れます。ウクライナ受け入れるなら一応は受け入れるんじゃね。首狩り族が怖いから無理。台湾か、ワインチなら貸してあげてもええで。台湾が落ちたら日本もすぐ落ちるやん。台湾美人が一応いるけど不細工なやつもしっかりいるからな。ハリセンボンの残念な方みたいなのゴロゴロいるし。日本も戦火から遠くないんやしおすすめはせん。日本に来たらもう物理的に逃げ道ないで。企業も一緒に来てくれるなら経済ウハウハやろ。美人や有能企業に期待する南西民たち。なんだか気が抜けるスレだったが、日本人は全体的に台湾情勢に関心がなさすぎると指摘する声もある。最後は全く危機感のない人に警鐘を鳴らすスレを見ていこう。ほう、日本、台湾侵攻で日本もガチ戦争に突入しそうなのに関心ゼロ。割とガチでも終わりだよこの国。辛い現実から目を背けてるんや。ほとんどの日本人がマジでこれだよな。平和ボケ国家だもん。解釈会見で集団的自衛権認めるような政党を支持する人間ばっかやしな。あとはみんな政治に興味ない。国民、にまくるしがち植民地化される可能性もあるのに関心ゼロな模様。自分が直接被害受ける直前になるまで無関心だから。中国の前に自民党に終わらせられるやろ。
目先のことしか考えず減税減税しか言えん国やぞ。その時にならんと無理。日本も戦争になったら普通に内部崩壊するやろ。どんだけ身内で兵と貯めまくっとんねん。やるやる言っていつまでもやらんからな。怖くて怖くてたまらない。徴兵とかあるんかな。徴兵はないわ。現在ハイテク武器ばっかなのにそれをかじっただけの雑魚なんてろくに武器使えずにすぐやられてろ隠されるわ。これよく聞くけど、陸戦の兵器なんて大してハイテクでもないし訓練すればすぐ使えるだろ。ウクライナで証明済み。ウクライナでそれは否定されてるやろ。これ、最悪火炎瓶でゲリラさせればいいからパイを確保するのが最優先やわ。日本人の性質的に不可避やな。未だにマスクすら外せない連中やから戦時となれば世間の空気が徴兵させる。さすがに徴兵はないと思うが、ウクライナのように民間人が武装をしたり、ロシアのように自主的に、新規に食糧軍人を募る可能性ならまだあるかもしれない。台湾侵攻でなんで日本が参戦するんや？集団的自衛権。日本は台湾を国と認めてないやろ。関係ない。日本の存立が脅かされると日本が判断すれば参戦できる。アメリカ、おい日本、お前も来い、日本、はいはいさ。ウクライナに参戦しなかったアメリカがなんで台湾には乗り出すんや？少し台湾から話はそれるが、アメリカがウクライナへ直接的な軍事介入をしない理由だ。核を保有するロシアが相手なだけに、ヒートアップすると核戦争に発展するリスクがある。また、物流や基地の展開が難しいなど地理的な理由。ウクライナが NATO へ加盟していないこと、長期にわたる中東との戦いで慎重になっているなど、様々な要因が挙げられるのだ。EU と協定結んでないから乗り込められへんかったんやろ。台湾とアメリカに協定はあるんか？台湾は NATO やそれに相当するような軍事同盟はおろか、国際連合にも加盟できていない。台湾は中国の一部とするものとしての考えは、台湾の中でさえもまだまだ残っており、台湾こと中華民国を国家だと認める国は少ないのだ。だが、アメリカは台湾とは非公式な形で深い関わりは持っている。台湾を防衛するという明確な保証ではないが、これまでにも台湾の武力強化に協力している面も、アメリカの太平洋戦略の一環として台湾海峡の安定維持も目指しており、国民性を見ても介入していくことは十分に考えられる。実際この国攻め込まれても国民は、抜きでこの国守っても自民党にどっちみち潰されるしこれ政治家やった方がええんちゃうか？ってなって攻めてきた国と一緒に国会に行きそう。関心持ったところで何か変わるんか？銃の撃ち方を教えろってか？中国が台湾韓国日本に手を出したら頼みます。最大の貿易相手の日本と戦争戦やろ。アメリカが防衛に参戦、まだわかる。日本が後方支援、ギリわかる。日本が参戦、日本人徴兵、日本が戦地になる。全スレでも言われていたが、台湾周辺の海は東アジアと東南アジアを結ぶ交通の要所であり重要な場所。台湾が中国の支配下に入ると、国同士のパワーバランスが大きく崩れかねない。そしてアメリカが参戦するとなれば、自衛隊の参戦や徴兵云々は除いても、軍事施設を潰す名目として日本が被害を受ける可能性はあるだろう。これが一般人の認識だからやべえよな。与那国がどれだけ台湾と距離が近くて台湾の海上封鎖のために制圧しなきゃいけない場所ということも分かってない。中国が海上封鎖を決断した日本は戦争状態に入るよ。台湾の海上封鎖をするために世界大戦開戦するんか、へえ。過去の戦争から見ても、比較的小さめの事件がきっかけで世界大戦へ発展することがある。第一次大戦はオーストリアの皇太子が闇討ちされたことで、第二次大戦はナチス、ドイツのポーランド侵攻。国際的な緊張感が高まっている時には、世界的に見れば小さな種火でも大爆発へと繋がっていくのだ。と、ここでスレミンにも引火してレス場に発展していた。それが認識が甘いところ。アメリカが絶対に助けてくると信じきってることな。アメリカが不干渉を決め込む可能性十分あるのに民主党ではありえないけど共和党にもなったらわかんねえよ。日本人は契約とか条約を申請しすぎなんだよな。歴史上平気でそんなもの破られているのに。アメリカが不干渉を決め込むなら台湾の海上封鎖をする必要ないのにな。なんで？その場合は支援物資が間接的に台湾に届きまくるけど。台湾にアメリカとかが支援しないように海上封鎖しなきゃ。海上封鎖するにはアメリカが邪魔やな。密約で日本攻めても口出ししないようにしてもらおう。アメリカに台湾支援しないように頼んだ方が早ないか。お前全然わかってねえな。ウクライナを見てみろ。アメリカが直接介入せず支援してるだろ。直接介入するシナリオも間接介入するシナリオもあるんだよ。海上封鎖するために日本攻めるぞ。アメリカだんまり、本命の台湾攻めるぞ。アメリカ、台湾支援します。お前が言ってることってこういうことやけど。
アメリカにとっては直接アメリカ軍を投入するのには覚悟がいることなんだよ。でも間接支援なら当然ハードルは下がる。ウクライナはそっちで実際にやってるだろ。与那国島が残っているのならそこから台湾を支援できるんだよ。アメリカが直接介入しないイコール台湾有事に介入しないではないわけ。そのために日米同盟破棄するんか言ってることめちゃくちゃやん。日米同盟破棄されたら世界各国とアメリカとの同盟どうなるかも理解できないんか。だから日本人は条約とか申請しすぎなんだって。そんなことする必要なんて全くない。ただいまはアメリカが尖閣諸島とその周辺を日本の領土範囲と明言してるけど、領有権争いには関与しないと方針を変えればいいだけの話。やり方なんていくらでもあるんだよ。台湾に近いのは与那国島やろ。領土争いにすらなってないのにそれは誰がどう見ても無理があるわ。中国は尖閣諸島とその周辺の領有権を主張してるから。つうかお前は全くの無知だからありえない云々言ってるけど、台湾有事の研究では当たり前のように想定されてることだからな。はよソース持ってこいや。台湾有事シミュレーション、台湾海峡有事シミュレーション、概要と評価。貼られたのは日米同盟研究会の参加者によるシミュレーションだ。直近でも国会議員や元自衛官、アメリカや台湾の有識者が参加したシミュレーションなど、いくつもの可能性が挙げられている。アメリカの都合のいい想定。しかもこの予想やとアメリカ直接参戦しとるらしいけど大丈夫？お前の言ってた話と全然ちゃうけど。そもそも自衛隊がどの程度介入するかも含めて、全ては未知の世界なのだと。レスバも落ち着いたところで他のスレミンの反応も見てみよう。マスコミの印象操作のおかげだね。皇室が日本にいるうちは大丈夫なんでないの？海外逃亡したらいよいよ海戦なんだなと思う。日本の軍隊は海外に派遣できんやろ。台湾は勝てん相手に喧嘩売らへんし、ロシアと違って大陸は利益もない戦争なんかやらへん。アジア人でよかったわ。 Z 世代が徴兵されるの？日本には無敵の氷河期特攻隊がいるから。竹槍しか習ってへんけどええか？スイちゃんが悲しむからやめろ。九州民は大激怒。北から攻めてこい。基本的に海と空での戦いにしかならん定期。ノルマンディーや沖縄みたいな攻撃側の人命も無視した大規模上陸作戦の時代やない。そもそも中国にそんな能力ないで。こんなん H3 ロケットで迎撃だぞ。米軍基地がある沖縄をぶっちめるってことはアメリカに喧嘩売るってことやけど、中国に台湾韓国とこと構えながらそんな喧嘩するような力あるんかよ。米軍基地の滑走路爆撃する計画はもうバレてる。あと米軍も兵士の家族を沖縄に住ませないよう警告してる。でも同盟国がボコられたって事実を素直に受け入れるような余裕あるんかね。都合のいい口実にして戦争始めてもおかしくなさそうやが。台湾が取れたら次は沖縄、次は九州、次は本土。岸田がここまでして防衛費上げようとしてるのはほんまに危機なんやろな。海戦わかってたら国内問題どうこう言ってられんしな。なんか妙にし、やからそれなりにまずいソースが流れてきてるんやろな。でなきゃわざわざ増税してまでやらんでしょ。支持率 100% 下がるの分かってて、軍事費増税はアメリカからガチで台湾有事始まるでと通告されたんやろ。米兄さん、日米同盟を保護にする気なの？参戦はするやろうけど日本はどうなってもええやろ。アメリカがどうしても阻止したいのは太平洋自由に出られようになることやし。アメリカから相当確信するような情報もらってそうだよな。情報あったとして効果的な投資できるんか？めちゃくちゃ儲かってうまい汁吸えるってのはないんか？参戦しても貧乏くじ引かされそうなんやけどな。売るものないやん。今までもアメリカから役に立たないものを買わされていたように、武力強化という名目で余分に国家予算が割かれそうである。目と鼻の先すぎてそんなことできへん。中国が台湾海峡物理的に封鎖するんか？いろいろ無理があるだろ。アメリカが台湾を見捨てるなんてことがあるのかね。ドルは暴落し、アメリカは三等国に落ちるぞ。ええんか？のよりいいだろ。TSMC が潰されるのはガチでヤバいやろ。ここと同レベルの企業ないし、台湾セミコンダクター、マニュファクチャリング、カンパニーかっこ、TSMC。自給する食料もなく口だけで戦わないくらい士気低いのに戦争になるわけないやん。米は 120% 自給できるし、アメリカ、オーストラリアも売ってくれる。運べればね。民間のタンカーを狙うのか？それならこっちも中国船を潜水艦で沈めるだけ。は？軍が民間に偽装して物資運ぶとか普通だから狙われるに決まってるやん。戦争で補給立つのなんか当たり前じゃん。だから海軍力に劣る中国がそれやったら、同じことされて仕上がるよ、って言ってるんだが。中国自給できるやろ、話にならん。できんできん。まあ中国は穀物を買い占めたから数年は持つだろう。しかし戦争継続には様々な物資が必要なんだ。日本のが物資ないの理解しとるか？しかも島国だから海か空しかない。中国は陸路すべて封鎖とか無理だから仮に足らなくても輸送可能。第二次大戦の時思い切りやられてんのに。FPS に地震2機だけ参戦してくれや。Y は戦争行きたくないで。Y は地震の方が怖い。徴兵されて戦場に行くことだけは断固拒否するで。人を、スタメに生まれてきたわけやないんや。当分戦場に生かされることはないだろう。空と海の戦いがメインだからな。ただワイらもミサイルを食らう可能性はある。そんな拒否権すら奪われる悪魔のような緊急事態条項を通そうとしてるからな。与党も野党も国民投票で反対票を入れるんやで。
ほんま緊急事態条項だけは通したらあかん。緊急事態条項とは、総理、もしくは内閣が緊急事態だと判断した際に、基本的人権の制限が行えるようになるもの。とどのつまり緊急事態の名の下で法律を一部無視できるようになり、国民に様々なことを強制できるようになるのだ。平成の頃からたびたび議論されているが、現状は制定されていない。だが海外では、戦争やテロ、災害やパンデミックなどの状況において発動する、国家緊急権が規定されている国が多い。いいとも悪いとも言い切れないが、日本は少数派なのだ。自民党案は反対だわ。国民民主党や維新あたりが何とか調整してくれるように頼むだけ。国民民主なんて完全に風見取りやんけ。あと維新が調整なんてするわけないやん。3月中に緊急事態条項条文案、憲法改正で維新、国民民主などが合意。最終的には憲法改正せなあかんし国民投票するわけやし通らんやろ。現状憲法改正でスポットライト当たってるの9条しかないからようわからんうちに通ってそう。中国がそんなアホなわけないやろ。ロシアや日本とは違うんやで。香港のやり口見てる限り傍聴やりまくるのは見えとるで。そこから有事に発展の可能性はまあまあある。西側陣営が全力で支援してなんとか対抗できてるロシアの10倍の国力が中国だぞ。習近平がプーチン程度の考えで始めても余裕で勝てちゃう。そもそも台湾は中国提起、内政干渉よくないですよ。日本政府は一つの中国を支持してるから日本は中国側かな？そもそも日本は一つの中国を認めているわけで中国固有の領土を不法不当に占有している中国国内の反政府勢力をどうしようが中国の国内問題に過ぎない。中国にそんな余裕ないと思うけどな。台湾有事の最悪のシナリオが武力の衝突なだけで、すでに情報戦を含めて戦いは始まっているとも言える現在。たとえ日本へ直接的な攻撃はなくとも、開戦すると経済的に苦しくなることが想定される。台湾から半導体や電子部品が入らなくなることで、特に自動車産業や電子機器業界は大ダメージ。また台湾海峡は石油や天然ガスなどエネルギー資源の輸送ルートでもあるので、混乱を極めると輸送コストがかさんで、光熱費やガソリン代の高騰にもつながりかねないのだ。お財布の準備をしておくのが、日本国民のできる備えかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは台湾有事に際しての日本やアメリカの対応について、どのように予想しますか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。